ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。東京ヤクルトスワローズはここ神宮球場にタイガースを迎えての開幕戦となります。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ里崎さん、開幕ということで球場の緊張感、この放送席まで伝わってきてますよね。いや、解説者としてもドキドキですよね。でも声の準備はできてますよ。はい、里崎さんも準備万端、いよいよ開幕です。まずはスワローズの先発小川が神宮球場のマウンドに上がります。この開幕戦をどちらが取るか、両チームにとって大きな運命の分かれ道です。さあペナントレース開幕です。今セントラルリーグ公式戦、記念すべき開幕戦のプレーボールがかかりました。この初戦の出来、今シーズンどのような戦い方を両チームがしていくのかというのも注目です。高め空振り、ノーボールツーストライクです。外へのボールは入りません。打った、これはどうか、大きな当たりが外野を襲っている、レフト線破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあスワローズ先制のピンチを迎えています。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。なるほど、そうですね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。力のあるストレートですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそしてバッターボックスにはバース入ります。彼はしっかり抑えておきたいですね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいです。しっかり捉えた、これは大きい、フェンス直撃、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース先制しました。1対0、スワローズさらにピンチが続きます。ここで先制点を奪われてしまいました。まあピッチャーとしては悔いの残る一球でしょうね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。掛布打席に入っています。変化球が高めに抜けます。緩いボール、しっかりと見極めました。4球目は何で来るか。高めのボール打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームラン、今シーズンの初打席で初ホームラン。高めに浮いてしまったストレート、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。相手主砲の一振りでした。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターボックスは5番石峰。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。高めの変化球から入りました。インコースに持っていきました。ノーボールツーストライク、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、ここはフライになっています。センターが取りました、ツーアウトです。バッターボックスには6番オマリー、ツーアウトになっています。
これはすっぽ抜けました。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあどう来るか。低めに外れてボール。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース先に点を取りました。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、木戸打席に入ります。さて今日からペナントレースが始まりました。スワローズの先発は小川、昨シーズンは4勝を挙げています。初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。インサイド見送っています。さあ2球目は何か。打った、満々中、左中間破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。スワローズピンチになりました。ノーアウトランナー3塁2塁です。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、この打球はフライになっています。セカンドが構えます。山田抑えてワンアウト。まあここは打ち損じで助かりましたね。まあ点差を広げられないように無失点でこの回を追いたいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には1番の真由美入っています。打ちました、大きな打球になった。さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガースセンターオーバーのタイムリーヒット、5対0。スワローズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打席には2番バッター松永。まあスワローズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。スワローズ追加点を許します。7対0。ここで一発を浴びてしまいました。打順は3番バース、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いや痛いタイムリーでしたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打った、取りました。ツーアウトです。バッターボックス掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、タイガースこの回7人打ちました。伸びていく、外野ヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット。ツーアウトランナー2塁、バッターは5番石峰。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。6番バッターオマリー、打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これで3連打。ツーアウトランナー1塁、ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の唐川。さあマウンドに上がったのは唐川、今シーズン初登板です。
さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね。任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。これが3球目。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。打順は8番和田。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトランナー打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。10対0。スワローズもうこれ以上点はやれません。さあ打席には先発の桑田入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど。引っ張った。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。青木が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。10対0。タイガースのリード広がっています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じです。これはサード柳瀬抑えて一塁アウト。2番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。唐川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代した小川。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか。甘いコースでしたが見送っています。次が2球目。打ちました。痛烈な打球、わずかに右に切れました。ファールボール。打ちました。これはどうだ。西浦一塁へ。ツーアウトになりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。打った。高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。12対0。4番に一発を浴びてしまいました。打席には5番バッター石峰、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライトバックバックバック、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。14対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは7番木戸。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子つかせたくないですからね。そうですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスは8番和田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい。さあここはやり返すことができるんでしょうか。ヒットでランナーを二塁。引っ張った。サードゴロです。サード取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。し
かしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、点差がつきましたが、ここから巻き返していくにはどういったことが必要でしょうか。まあこうなってしまったことは仕方ないんでね、ここからはゼロで抑えるつもりでしっかりやってもらいたいですよね。はい、気持ちを切り替えて攻撃につないでいきたいところです。打ちました。これは浅いフライ、ライン際落ちました。桑田ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。真ん中打ちました、ファウルになります。インコース詰まりました、ここはフライになっています。掘ってワンアウトです。2番バッター松永、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。低め、これは外れます。なかなかタイミング合いません。ツーボールツーストライクです。引っ張った、これはどうか、ファーストの左抜けました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではあります。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット、スワローズなおもピンチです。バッターは4番掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、真ん中打ちました、切りました、ファールボールです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、さあな、引っ張った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打順は5番石峰、さっきはカットボールを打たれたんでね、ここはその使い方ですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。初球ボール、変化球タイミング合いません。打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、3球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスは6番オマリー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。右に切れて惜しくもファウルボール、一塁線、坂口掴んでアウト、スーパープレーが飛び出しました。しかしこの回タイガース4点を追加しています。タイガースのリード広がっています。これから5回タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号20近藤がマウンドに上がります。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですがいかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロにしっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。8番バッター和田、今日は盗塁が1つあります。ワンアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルになります。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、これは大きい、伸びていく、まんまん中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。高め打ちました、この打球はファウルグラウンドへ。
わずかに右に切りました。ファールボール。ノーボールワンストライクです。真ん中ですが、タイミングが合わなかったでしょうか。ここはあっという間に追い込んでいます。これもファウル。このピンチは空振り三振。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナー二塁です。インコース見送っています。打ちました。センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バースバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。スワローズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを1塁に置いています。今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。里崎さん、本当に怖いバッターです。痛烈な打球、スタンド一直線、入った。ホームラン、ツーランホームラン。なんと3打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。バッターボックスには5番石峰。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスオマリー。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス木戸。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5連打。ノーアウトランナー二塁です。まずはボールから入りました。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸び、入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の高橋。次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田、バッターボックスです。今日は1本打たれてるんで、もう打たせるわけにはいきませんよね。そうですね。2球目は何で来るか。
誘ったんですけど見極められましたね。高めの釣り球でしたが振りません。外れています。これはファーストゴロ。坂口掴んで一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打と。三塁線ファウルです。ボールカウントはワンストライクです。アウトコース見送っています。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には3番バッターバース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打った高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好。いい当たり。センター下がっていく下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。インサイド外れます。ここはバッターが甘い球を待ってますからしっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど、そうですか。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ツーアウトランナー二塁。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の中尾。さあマウンドを任されたのは中尾。今シーズン初登板です。打った。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん打球の入った。ホームラン。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは7番木戸。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球ボール。さあ3球目は何か。打ちました。浅いフライ。ここは打ち上げています。積極的に行きましたが最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。しかし今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。決まった。低めいっぱい。すぐに追い込みました。低めは外れました。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトランナー二塁と変わります。
バッターボックスには代打の八木。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。初球から際どいコースをついてきます。インローボー、外れていきます。外れていきます。落ちるボールに手が出ました。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。打ちました。いい当たりだ。左中間に大きな打球、レフト線入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。今シーズンの初打席で初ホームラン。スワローズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰っていきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打った。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。あっという間に2ストライクです。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打。ワンアウトランナー二塁となりました。さあマウンドに上がったのは梅野。今シーズン初登板です。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。打った。センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。スワローズなおもピンチです。打席には7番バッター木戸。切れていきます。ファウル。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで7連打。ワンアウトランナー二塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。まあここまで高騰してるんで。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。
まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。引っ張った、ファーストを取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。今シーズンの初打席で初ホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。アウトコース見送っています。スピードボールを持っています。ボールになります。ボール先行です。引き目決まってストライク。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。今日2本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これが2球目、高めのボール、弾き返した打球は右中間へ、この打球はフライになっています。セカンドランナータッチアップ、バッターボックスには4番掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。打った、高く上がった、頭上ぐんぐんだ、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。なんと6打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。アウトコースボール、スピードボールを持っています。いやーゾーンの隅っこですよね、いいコントロールしてますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました、ストレートに詰まってツーアウトとなっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ストライクを取りました。改めてお聞きします、バッターボックスのオマリー、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。そうですか。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット、ツーアウトランナー二塁。初球打ち、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、スワローズもうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。さあ2球目は何か、2球目打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで3連打、ツーアウトランナー2塁1塁。さあ打席には先発の桑田入ります。まあ今日はいけるところまで行く感じでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。次が2球目、インサイド落ちました、これはどうだ、セカンドの右抜ける、バックホームする、
これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。さあバッターは新庄、ここでホームランが出ると通算100号ホームラン。引っ張った、柳瀬二塁送球、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。これから9回タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。マクガフがマウンド上に上がっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球大きく外れています。155キロがいきなり出ました。インコース低めの球、次が3球目、高め打ちました、ヒットになった。これが今日7本目のヒット、ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さてインサイド打ちました、これはファウルになりそうです。ファウルになります。真ん中打ちました、一塁ファールフライ、ファールゾーン切れそうです。またファウル、走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、いい送球、ボール失敗。インコースボール、打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンター深いところを破っていきました。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。今日3本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。4番バッター掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを二塁に置いています。大きく外れてボールです。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。切れました、ファウルボール、右中間へ持っていった、これは大きいぞ、これは破っていきそうだ、真ん中深いところ破っていった、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。スワローズなおもピンチが続きます。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まず大きく外れてボールになりました。左方向、このフライは切れそうだ、スタンドに入ります。レフトに持っていった、ぐんぐん伸びる、伸びていく、伸びていく、入った、ホームラン、石峰、さらにダメ押しの一発、今シーズン第2号のツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。スワローズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。空振り、インサイド落ちました、これはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打、ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガース代走を送ります。アリアス、セカンドランナーに入ります。セカンドランナーはアリアス、背番号14。レフトに持っていった、大きいぞ、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、頭上を越えた、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、タイガース追加点。スワローズさらにピンチが続きます。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ストレート打った、サード正面取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。さあバッターボックスには先発の桑田入っています。まあベンチとしては完投させたいんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ライトへ持っていった、
ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。スワローズなおもピンチが続きます。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは石山。さあマウンドを任されたのは石山。里崎さん、この場面で守護神を投入してきましたね。まあいい手かどうかは置いといて、勝ちに行く姿勢を見せたということでしょうね。なるほど。さあここでしっかり抑えることができるか。いい当たり。これは大きな打球。ライトポール際、判定はファウル。ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。外の低め見極めます。さあ勝負してくるのか。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に終わっています。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ヤクルトスワローズは屈辱の黒星となりました。里崎さん、ホームでの開幕戦、残念な結果となってしまいましたね。まあそうですね。もちろんいいスタートを切りたかったんですけど、ここは気持ちを切り替えて明日に挑んでもらいたいですね。そうですね。前を向いて明日のゲーム期待しましょう。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今年の開幕戦はヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。